こんばんは、平井博明です。今回はですね、世間ではいいと言われている動きでも個人に当てはめてみたらダメだったっていう動きって全然ありますという動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。これはですね、結構僕レッスンなんかしてて多いんですけど、ここのポジションってこうやってやるんですよねみたいな動きってあると思うんですよ。例えばダウンスイングでこう肘をこうつけるとか、そもそも回転するとかってあると思うんですけど、そういう動きってやった方がいいんですよねとかって言われると、その方にとっては必要ないことだったり、逆にやらない方がいいですよっていう動きって結構いっぱいあるんですよ。もう多分この動画では言えないぐらいの量があるんで、今日のレッスンの方もそうだったんですよ。今日のレッスンの方って前後の動きよりも左右の動きの方がめちゃくちゃ上手なのね。だからこう一生懸命体を回そうとしてる方だった。それやんないでくださいって、こっちの動きでタイミング取ってくださいって言ったらめっちゃいい球だよ。やばいいい球でしたから。でも曲がんない、曲がんないし距離が安定。そうだ、結果そういうところが安定感につながったり再現性につながったりするっていうだけで、その動き1個がいいわけではないんでね。そう、人にはめてみないとわからないっていう動きで、もう本当だから結局全部その当てはまるかどうかってことになっちゃうんだよね。うん。だからその動きはね、すごいあるんだよね。いつもさ、そのレッスンの話さ、どうレッスンしてるか今日も見てないけどさ、教えてないっつうかさ、そうなんですよって言っておしまいやん。そしたらめっちゃ痛も出ちゃうでしょ。そう。教えてるっていうか、なんか、あなたこう機械服だから、いいですよ、こうやって言ってあげたら、いい球出ちゃうんだけどね。そう。あと、今日その前後を左右にしただけなのと、ボールポジションを1センチ変えただけだから。あ、いつもそうだね。そう、ボールポジション変えただけだね。大体それで終わるね。そう、だってそれでいい球出ちゃうんだから、もうそれ以上言わなくていいよね。いらない。うん、そう。そんな感じ。だから、その方もレッスン習ってたっていうのよ。どっかで？そう。だ、何習ってたのって。何習ってたの？いや、俺はあえて聞かなかったけど、結構言ってたらしいよ。だけど一回来て直すでしょ。横に動いてボールポジションに接触だって、めっちゃくちゃいいスイングしてたもん。ほら、だって直す必要がなかったもん。毎回言うけど、これでも本当ね、いきなりいいスピードだったし、いいアドレスだったし。あ、そう。そう。習ってたからなのかな、じゃあもしかしたら。本当宣伝でも何でもないよ。相当ワンナップグローフ見てくれたらしいから。いい YouTube 動画見たんだね。そう、最高の YouTube 動画発見したんだって。そうだよ、ね。そう。あれプロゴルファーが見てもね。そう。スピード上がってるらしい。間違いない。間違いないです。本当、まあ今日の方一例にしても、すごく持ってるスイングってやっぱいい動きする。だから直す前に一回そのマックスを見ようって。ああ。で、そのマックスが気に入らなかったら直そうっていう。そう。パッとさ、その人のさ、あなたのスイングってさ、一番目につくのって一番なんか特徴あるとこじゃない。そこ直したくなるじゃない。でもそれ直さないっていうもんね。直さない。直さないでしょ。そう。だってその特徴あるところが良さだから。そこ直さない。直す必要がない。直しちゃダメなんでしょ。ダメダメ。そこがだって一番。でも自分で見たら一番気になるんだもんね、そういうとこ。だろうね。それだったらね、フライングエルボーが気になってる方いたのね、この前。でその方も横に動く人だった。上手な人。フライングエルボーを使って横に動くほど幸せなことはないんですって言ったの。でもやっぱ気にしてた。気にしてた。これがね、こうなっちゃうっつうの。こうしたいんだって。もう完璧にこうやらしたの、俺何にも言わないで。完璧にこうやらしてやったらシャンクしか出ない。そう、だからなんでだか分かりますかって、それ僕すぐ直せるから今わざとこうやってやったんですよって、本当はこうやっちゃいけないんですよって言ったら、なんでやらせんですかって言われたから、いや直せるからやったんですよって。で、何、肘思いっきり飛ばしてやったらこうやって上げさせたの。変な話。嘘。全然間違いない。もうレッドブルですよ。レッドブルだった、うん、めっちゃいい球、本気で出てたから。まあ、こうはやんなくても肘を締めんなっつったの。こうやってあげてっつったの。
したら、クラブは立つわ、上から入るわ、体回転するわ、横移動が上手くなるわ、そりゃいいショット出るよね。そう。でもこうしたかったんだ、お膳持ちたかったんだって。ああ、よく言うやつね。ちゃぶ台解説たのそう。でもそういうさ、特徴あるところ見るとさ、うん、やっぱ直したくなるんだよね。なると思う、ね、うん、本人もね、本人もね、うん、それが良さなのか悪さをしてるのかを判断できなきゃダメってことだってさ。こうやって使うのにさ、こうしないでしょ、そもそもって話じゃない。こうやって、そう、そこを分かんないとダメなの。まだ一軸でくるくる動く人はまた違うんだ。いいっすよ、やっていいっすよそれ違うんだ、ね、全然やっていいっすよ。その中でもこうもいるし、こうじゃなくて、あ、そうなの。そう、いろいろあんのよ、その人の使い方。それスイング見ないと分かんないんだけど、そう、使い方はね、この人はどういうふうに動いたら最大限の力を発揮できるかっていうところを見なきゃいけない。それを見て、うん、ボールポジション1センチずらすだけでいいか。そうよそう、だから力感を見るっていうでしょ俺。あ、そう、だからそれができてないってことは、そのマックスの力感で動けてないってわかるじゃない。動きづらいんだ。そうです、そうです。だから力足んないよ、じゃあその力足んないのはどこって見るだけだから。シャフトはねとかそんなどうでもいいから、はい、その人の動きやすいように動いてれば、うん、もうそれでいい。こうやってあげて消化するんでしょ。言ってるそうよ、そうよそう、だからそれでパワーが出るのかって話。そうですね、うん、パワーがないんだから、パワーがある人がやるんだから、うん、だからそういう動きっていうのはいろいろ見る視点があって、そこを見ないといけないんでね。本当にあれだ、人によって、うん、全然アドバイスが違って、全然違う。 YouTube と逆のこと言う人も全然いる。そうだよね、うん、ちなみに今日の人なんか、うん、アイアンでこんな球打ったことないだってそう、すごい喜んでた、うん、いや本当もうそれだけでいいの。そうやってこう継続する何か続けられるモチベーションを与えられたことと、あとはその方がそれをよしこれをやろうって思ってくれたことがすごく嬉しくて。だからそれって一発内ショットが出たってそんなことにはなんないでしょ。あ、なんない。そうだね、連続して何回もそういう同じ球が出るからその方も納得してくれるわけじゃない。あれってなる。そう、そうでしょ、なんでってなるでしょ。だそれを説明してあげて、じゃあ練習の時はこういう継続をしてくださいねっていうレッスンにしてるんでね、うん、いやめっちゃくちゃ嬉しいもんだって、うん、俺来た方がいいわ。間違いねっすよ。取れねえからもう。そうだ。本当申し訳ないです。すいません。本当に。8月まで入ってるから。そうですよね。申し訳ないです。ちょっとごめんなさい、関係ないですけど、僕土曜日ゴルフ場の方でレッスンやってるんですけど、そっちとは全く関係ないのでごめんなさい。連絡はこうワンナップゴルフの方のメールでお願いいたします。そうだからレッスンって。スイング直したりとかそういうことだけではない。この人の動きやすい動きをつけて教えてあげるんだ。そう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 。で極力良さを見つけて、うん、今のスイングをなるべく変えないようにした方がいいんだよね。あ、そう、ね、絶対に良さがあるから。例えば、うん、難民すぎて、うん、ごっちゃごちゃな人と自分が何だか分かんない。あ、それ面白いね、うん、例えば一切自分の動きなしの人がいるとします。したらもうこれ以上無理っていうぐらい全力で振らせれば皮剥げるから。出てくる、うん、それがまあ一番なんだけど、その次に完璧なドライバーのフルスイングを超スローで振ってもらう。あ、スローなの逆にね、うん、それ繰り返す。どんどん剥がれてくるから。例えば7番アイアンで200ヤード飛ばしてくれとか、ドライバーで350飛ばしてくれって、飛ばなくていいから飛ばそうとしてみてくださいって言うと、そんな理論入れないからそうだね、そう、それこそ俺がスライス打ってゆっくりフィゴってフィニッシュ取ってなるでしょ。350ヤード飛ばすのに何ゆっくり理論入れてんのってなるから。じゃあ本当来て見てもらった方がいいね、みんな自分の。まあ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 1回でいいから ね、うん、だからどれだけ変わるのかっていうのと、例えばその方がスイング出来上がっててもうほぼほぼ最大限の飛距離が出てる人が、
レッスンに来たら何をするかって言ったら、もうそうなったら こっちからは何も言うことはなくて、その方がそのボールにどういう色をつけたいかが本人がはっきりしてなかったらレッスンにはならない。例えばずっとそれを打ってて今のまま仕上げたいっていうんだったら、それにこう出そうだなっていうミスと出たミスっていうのを照らし合わせてやっていく。あとはどこどこに張り感がないとか、どこどこに緩みがないとか、そういうところを見るしかないんだけど、うん、だからまあ自分のスイングとかボールに欲がなかったら力を作った方がいいよね。より上を目指すっていう、うん、そうするとよりレッスンに意味が出てくるから、うん、こうただ来てはいどうぞ直してっていうのはあんまりおすすめはしない。で今回はですね、その理論はですね、世間ではいいと言われてても個人に当てはめたら良くない動きだったりもするかもしれないという動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。宣伝みたいなちょっとね、まだいやそんな、うん、そんなつもりはないんですけどね。でも自分のチャンネルだからいい。あ、そうか。いい、うん、で本当に結果を言っただけなんです。本当になんかいろいろすいませんでした。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。